奈良ホテル。奈良ホテルは奈良県奈良市高畑町にある1909年明治42年10月に営業開始したホテルである。辰野金吾、片岡安の設計による。春日大社一の鳥居前から天理方面へ向かう国道169号天理街道沿いにある高地と呼ばれる農業用灌漑地のあぜ、かつては幸福寺の達中である。 大乗員が所在した土地の小高い丘にた、り、天理街道から本館玄関に至るアプローチ道路南方に、旧大乗員庭園が所在する。幸福寺、春日大社、奈良公園などの観光地にも近い。第二次世界大戦前には、国営、鉄道院、鉄道省直営の時代が長く、近畿において、国賓、 皇族の宿泊する迎賓館に準ずる施設としての役割を担っていた。このため、西の迎賓館とも呼ばれる。今日でも著名人が多く宿泊し、皇族の奈良宿泊の際にはこのホテルが利用されることがもっぱらである。現在本ホテルは株式会社奈良ホテルが経営しており、資本金は4億円。法日する歴史的経緯から、 うち西日本旅客鉄道株式会社 JR 西日本が50%近鉄グループホールディングス株式会社近鉄 GHD が50%出資していたインバウンドへの強化を目的に2018年8月31日付で JR 西日本が近鉄 GHD から全株式を取得して完全子会社したただし JR 西日本ホテルズと とホテルズリゾーツの両方に加盟を続けるなど、近鉄グループとの協力関係は続けるとしていたが、2018年11月10日に、翌2019年3月31日をもって、とホ、ホルリゾーツから退会する旨が発表された。宿泊設備としては、木造2階建て瓦原武器建築で創業以来の、本館と、1984年、 昭和59年に営業を開始した、鉄筋コンクリート造り4階建ての新館よりなり、小高い丘の上に立つ、本館1階とその丘の南側斜面を削って、建設された新館の屋上が同一平面となる。2010年、平成22年現在の客室数は、本館、新館合わせて127で、ツインダブルの洋室を基本とするが、少数ながら、 和室も用意されている。木造の本館は全室禁煙である。フロントとメインダイニングルーム、三笠、ティーラウンジ、バー、そして売店は本館1階に、日本料理、花木区は新館5階にあり、宴会場は本館フロント周辺に2室、新館に5室用意されている。また、これらに料理を供する厨房は本館と新館とを連結する区画の地下、つまり、 新館4階と同一平面に設けられている。日露戦争後、日本を来訪する外国人観光客が急増した。これに対して、日本政府は外国人宿泊施設整備を支援する政策を取り、これを契機としてことであるならでも、とホテルの創始者である西村神兵衛、ホテル運営、奈良市、用地提供、そして当時奈良を勢力圏としていた関西鉄道、 ホテル建設の思惑が一致して、本格的な洋風ホテルの建設計画が立てられた。ところが、その直後に、関西鉄道は国有化され、さらに、奈良市の意欲も薄れたため、以後の本ホテルは、西村神兵、衛、奈良市に代わって、奈良県、それに、関西鉄道を買収した、鉄道員の三社の手にって、建設計画が推進された。当初、 東大寺南大門前、参道東側の用地が奈良県によって提示されたが、運営にあたる西村はこれを拒否し、彼は1906年、明治39年7月に高畑家町明日香山の現在地を独自に選出して、坪一円で入り、合わせて奈良ホテルの称号を登録した。本館の建築にあたっては、鉄道員によって、 六名間の建設費のおよそ2倍に当たる35万円という拒否が投じられ、東京駅駅舎を手掛けた、辰野金吾と、片岡安のコンビが設計を、近畿の建築界において指導的立場にあった、河井博志像が、工事管理をそれぞれ担当するという、建築当時の日本を代表する建築家たちによる万全の体制が敷かれた。本館は、自社の多い奈良の景観に配慮し、 屋根状に守備を置き壁面を白い漆喰仕上げとした木造二階建て瓦原武器建築で内装は桃山風の豪車、華麗内装とドイツ風の重厚内装が混在す、バイオを折衷様式となっている。和風の外観になったのは本館の設計当時、奈良では区内省匠良義氏の片山東熊によって設計され、奈良公園内に建設された奈良定室博物館、現、 奈良国立仏館、本館、1894年完成の巡洋風、建築が奈良公園の景観にそぐわないとして、当時の奈良県民に大不評だったためという。こうした市民の声に応えて、宇治平等院鳳凰堂をモチーフとして取り入れた、奈良県物産陳列所をはじめ風景と調和しつつ、新時代に対応する和洋折衷構造建築の模索が続けられていた。 以上のような運用曲折を経て1909年10月に現在地に本館が竣工、西村が経営する大日本ホテル株式会社によって営業が開始された。1909年、明治42年10月17日の営業開始以来、大日本ホテル株式会社によって運営が続けられた本ホテルであるが、経営難から1913年、大正2年5月に、 同社は撤退、以後は鉄員、鉄道院、鉄道省運輸通信省、運輸省の直営で、宿泊客について、高等間以上または、資本金一定額以上の会社の重役という原則に従って、迎賓館に準じた施設として、国の手厚い保護下で運営されるようになった。またその経緯ゆえに、鉄道省によって外国からの観光客誘致のための、 ポスターなどで使用することを目的として制作が依頼された上村松園、前田清村、横山大館、河合極道、竹内清宝ら当時を代表する日本画家による絵画ややはり鉄道省の依頼で制作された長官図の名手吉田初三郎による奈良ホテル長官図の原画などが本ホテルに蔵、展示されている。1914年、大正年には 翌年に京都で挙行される大正天皇即位式典に備え、従来の暖炉による暖房に変えて、ラジエーター式のスチームヒーターによるセントラルヒーティングが1年をかけて、館に導入された。これに伴い、本館屋根上に突き出していた煙突が順次撤去された。もっとも、煙突は撤去されたもののロビーをはじめ各所に設けられていた暖炉のマントルピースは、質装飾として残され、 これらは現在に至るまで存続している。1935年、昭和10年4月に国賓として訪日した満州国皇帝、溥儀の宿泊に際しては高価な調度品や美術品が買い揃えられた。皇族、国賓などの食事の際に供される食器がこの時に新調され、特にディナーセットなどの時期については、 当時の最高級品が大倉桃園に特注された。1944年、昭和19年の金属教室の際には、階段の中東に装飾として取り付けられていた新中製の義母シまで教室された。そこでその代わりに、地元名産の赤肌焼きで大屋であった七代目、大塩人に依頼して制作された陶製の義母シが取り付けられた。 この義母シは代用品ながらその個性的かつ趣向きのある姿ゆえにむしろ好評を博し、以後本ホテルの名物の一つとして定着した。1945年、昭和20年の終戦後、同年12月1日に、運輸省は本ホテルを日本交通公社に貸し付け、営業も委ねることとしたが、これと前後して、同年9月28日、本ホテルは、 サンフランシスココア条約発行後の1952年、昭和27年6月30日の解除まで、連合軍に接収されることとなった。この際、白木仕上げの内外装が不潔であるとして、米兵によって危うく全官兵機塗りつぶしにされるところであったが、当時の日本側支配人が必死で本ホテルの来歴を、米軍担当指揮官に設して説得し、 欄干など直接手が触れる部分を手塗りとし、従業員スペースの内装をペンキ塗りつぶしとすることで由緒ある本館主要部を守ったというエピソードが残された。連合軍による接収解除後、経営難に苦慮した日本交通公社は1954年、昭和29年4月、運輸省から権利を承継した日本国有鉄道へ本ホテル営業の返還を申し出た。 だが、日本国有鉄道法の規定で、本来の業務から外れる事業への参入、兼業を事実上禁止されていた、当時の国鉄では、ホテル直営は不可能であった。そこへ、国鉄の特急、急行列車で、列車食堂の営業を行い、また歴史的にも、本ホテル創設に強く関わっていたとホテルが営業を引き受ける、胸申し出を行い、1956年、 昭和31年3月以降は同社によって運営されるようになった。その後、1960年代末までは、複数の部屋で共用する形態となっていた風呂、洗面所を個別化するなどの内装の間取りの変更や、冷房装置の設備などの改修はあったものの、おおむね、創建当時の姿保っていた。だが、この状況は、大阪、千里丘陵で1970年に、 日本万国博覧会が開催されることが公表されたために一変することとなる。海外からの観光客が多数来訪することが予想された日本万国博覧会の開催に備え、本ホテルは1968年、昭和43年に以下のような大規模な増改築を計画した。ところが、肝心の新刊は後期の問題から見切り発射で寄港したものの、 こと保存法の区域内であることから、風知審議会から建設を差し止められ建設中止となった。そのため、本館の拡充については、館内の間取り変更による客室増設が予定通り実施される一方で、すでに着工していた新館の基礎部を活かして、近代的な外館の半地下式グリルが景観に大きな影響のない規模で新設され、 これに伴い不要となったラウンジが撤去されるに止まった。近鉄なら駅ビルに開設された別館は1970年に予定通り営業開始した。1970年代末には国鉄の兼業に関する規制が緩和されたことから安い賃料で他社に営業を一択し続ける状態に甘んじる必要がなくなった。国鉄当局は1981年に 都ホテルに対し本ホテルを直営としたい旨を、さらに1982年には、土地建物の賃貸借契約を解除したい旨を、通告した。都ホテル側はこれに対して、使用承認の継続を求め、協議の結果、国鉄と都ホテルが株式を、接班保有する新会社、1983年、昭和58年1月31日に、株式会社ならホテルが設立され、 本ホテルは同年4月1日からは同社によって運営されるようになった。合わせて万博以後の状況の変化に対応すべく万博時には断念された新館の建設が再び計画された。この際、1984年、昭和59年の若草、国体を控えて県下の宿泊施設増強を迫られていた奈良県はこの計画に協力的に対応し、 最大の難関であった、風池審議会においても、条件付きながら、館の建設が承認された。1983年8月に総工費24億円を投じた新館の工事が開始され、1984年8月に、竣工、開業した。この新館は、本館の立つ高台の南側傾斜面を削り込んで、埋め込む形で建設された。 半地下式の鉄筋コンクリート作り4階建てで、客室数65、4つの宴会場と、シングリル、チェダーを備え、本館を含めた、教職設備の大幅強化を伴う大工事となった。新館の設計、工事管理は、日本国有鉄道大阪工事局建築2課、同東京建築工事局建築2課、それに、安井設計事務所が共同で担当し、 工事は奥村組が担当した。新館は1階から3階までの客室についてすべて南側を窓とした開放的なレイアウトとしてあり、制約が厳しい中で各階の天井高さ3メートルを確保し、かつ景観に配慮した吉野作りとするなど、外観、接客設備面ともに既存の本館との調和を図りつつ独自性を発揮した設計となっている。 1987年、昭和62年4月1日の国鉄分割民営化の際、本ホテルに係る資産は JR 西日本が承継し、株式会社ならホテルも、同社と、とホテルの共同出資となった。なら、シルクロード博覧会閉幕後までは、本館、新館と、別館、近鉄奈良駅ビル内の三館体制で営業が続けられたが、別館は、 再産性の問題から、1991年、平成3年6月に撤退、閉鎖された。それに先立つ1989年、平成元年4月には新設されたばかりの奈良県、新公会道1階で、レストラン、道の営業を開始している。本館では、新館完成後も日本、万国博覧会開催以前より使用されてきた。 古風な調度品が修理を重ねつつ長く使用され、続けていたが、2006年、平成18年に、寝具や家具、空調設備の全面更新が実施されて、面目を一新した。翌2007年、平成19年には、新館の設備更新も完了して、本館、新館の基本的な接客設備の使用統一がなされ、最後に料理場の改装工事が2008年、 平成20年9月に完了、3年にはたった1連の館内、設備更新工事が完成した。開設100周年を迎える2009年、平成21年には、各種記念イベントが館内で行われ、2月には、ホテル所蔵の絵画20点を展示する絵画展が開かれた。その一方でこの年の11月には1989年より20年に、渡ったレストラン、 道の営業を終了、奈良県新興街道から撤退した。2015年には、新館屋上にテラスガーデンを新設、同時に同一平面にある宴会場を、南側を屋上に張り出すように拡張する工事を、設計管理は、アーキテクツオフィス、構造、設備は、JR 西日本グループである大鉄工業の担当で実施、同年11月に落成した。 この工事に際しては、外観上増築されたことに気づかれないほどの従来の、宴会場部とのデザインの連続や一体感、違和感のなさを重視して内外装が設計された。この拡張により得られたスペースを利用して、宴会場、混合の間が大改装され、また、同年12月には、日本料理レストラン、花菊新館5階宴会,宴会場フロア、南側拡張部分への移転が実施された。さらに、 花菊の5階への移転で空いた新館4階のスペースは翌2016年に隣接する宴会場、大和の間の拡張に役立てられホテル全体の宴会場施設の拡充や教職施設の改良が実現している。2017年4月中旬から一部客室のリニューアル工事を5月中旬から木造本館の耐震補強工事を実施する。期間は 約3年間を予定している。できるだけ原型を損なわないよう、松野光一東洋大学教授、建築構造学考案の新しい耐震補強法、複層車庫がサね板壁、サネは木で継いだ、小幅板を斜めに重ねた3層の補強壁で、揺らに抵抗するが採用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。